ファイヤーテニスの王子様オンザレイディオ。手塚でやってます。これは手塚だよ。あ、これは手塚ですか。多分大丈夫。自信ないんだ。ジャッカルがファイヤーって言ってんのをスタジオでは見てないけど。ああ、うん、あんまりね、うん、一緒にならなかったからね。そうですよね、その試合のシーンは。じゃあ、うん、ということでそのファイヤーの、大元をお呼びしましょう。はい、立海大からこの人です。さすがのマスターもお城のデータだけは分かってねえな。ファイヤー、うるさーい。ジャッカリングって何？ジャッカリング。いやいや。今すんげえ気になって気になってしょうがないんだけど。何の意味もないんだけどね。うん、まあ、ジャッカル、桑原役の檜山奈美さんです。よろしくお願いします。ジャッカルは、アニメの方は全然出てない最近。最近出てないね。この間、その劇場の、はいはい、やつの、短編の方。諏訪部のやってるのは何だっけ、役。後で、後で、取り上げてるやつ。ベーベーですよ。もう何も覚えてないんですよ。ベーベーちょっと出た、ちょっと出た。うん、ちょっと出た。一言、二言。そうですよね。いっぱい親はいたですね。短編の方ね。うんうんうん。なるほど、なるほど。そうですよ。全然本編出てないもん。役覚えてる？え？役覚えてるよ。絵は？絵も覚えてるよ。声は？そこが問題だ。ジャッカルといえば、丸井文太、直澄くんが。直澄文太だと、そうそう、コンビで。コンビ。はあはあ、だから、ね、ダブルスか、うん、テニスの場合は、そうそうそう。ダブルス。そうそうそう。やりましたよ。檜山さんたちのチームが勝って、ダブルスでは2勝したのに、僕がきっかけで3連敗っていう。お前のせいだ。お前が最後のことだ。だから、俺って言わないでください。柳ね。柳兄さん。竹本のせいだ。竹本のせい。竹が悪い、竹が。小笠原のせいだ。ごめんね、ごめんね。俺が、小笠原？ジャッカルの出番がないのも竹のせいだ。ああ、もう、それは俺のせいですよ。ちゃんとね、うん。劇場版には出ているということで。ぜひ劇場版の方にも。はい、皆さん見てほしいと思います、うん、そうですね、はい、じゃ あお便り行ってみましょうか。はいはい、檜山さん、はいはい、お便りの束の中から1枚選んで私に渡していただけますでしょうか。お願いします。メールがこう多くなってるね。そうそう、流れで、うん、ね、その中であえてハガキを選ぼう。ハガキを素晴らしい。じゃあ、いきますね。はいはい、横浜市からいただきました、はい、ペンネーム、元気勇気夢いっぱいさん。いっぱいさん、こんにちは。こんにちは。寒いっすね。寒いっすね。質問です。本当に。わかってるよ。はい、質問。冬といえば、例えば、食べ物とか、うん、私は何と言ってもお鍋です。鍋ね。家族で鍋。最高、ね、ハートマーク、ね、はいはい。書いてますけど。読むの早く。冬といえば、はい、冬といえば何ですかっていう質問ですね、これはね。この元気、勇気、夢いっぱいさんは、私は冬といえば食べ物。鍋っていうことですね。鍋は俺も出てくるね、結構。俺も、今読んでて鍋だった。うん、うん、俺も鍋。鍋とかおでんとか。話終わりじゃん。あとは、何？あとは、熱かんで一杯とか。あ、スポーツとかは？ラーメンは？冬のラーメンは？ラーメンは年中無休だろう。あ、そう。冬食べたくなるラーメンとかないの？冬食べたくなるラーメン？豚骨じゃないですか、やっぱり。あ、冬食べたくなるラーメンじゃないけれど、冬に札幌行った時に食べた味噌ラーメンはうまかったね。ああ。なるほど、うん、冬にあえて札幌に行くなんていうのはなかなかね。そうそうそう、ラーメン食べに行ったの？いやいや、仕事で仕事で行って、いや、まあ俺のことだからさ、うん、行きかねないじゃない、うん、前はだってラーメンの本をカバンに入れてたんだよ。ここ行ったここ行ったってチェックしてる。カバンに入れてたし、最近ね、カバンは入れてないんだけど、相変わらず車には積んでる。積んでるんだ。車には積んでる。車で行くんだ。うん、だから車で行けるとこね。なるほどね。近況？大通り沿いのね。はいはいはい。車止めても近く。なるほど。大通り沿いのラーメン屋って、駐車場がないところってよくあるじゃないですか。だからサクッと止めて、サクッと食ってみたいな感じじゃない？あれって入りづらいか、近くにコインパーキングとかあれば、そこに入れちゃうとかね。だから僕、ああいうところ入ったことないんですよ。車でいつも通ってて、ああ、食いたいなと思うんだけど、止めるところかなーいって通り過ぎちゃうっていうの。でもバイク乗ってるんだったらバイクとか行けるでしょ。バイクだったらね。ええ。でもバイクだったら、うん。まあ、一人じゃないですか。なんでや、いいじゃん、別に。普通ラーメンは一人でしょ。いやいや、一人より二人で。何人も変えていくのか？ほら、え、ラーメンデート？ラーメンデート？ラーメン、ラーメン食うときはいつも女と一緒らしいぞ。お母さんとですよ、お母さんと。お母さん。山口からね、お母さんをね、呼び出して。杉並区のお母さんと、足立区のお母さん。待てよ、だけ、わざわざ山口からお母さんが来てくれたんなら、ラーメンよりもっといいものをご馳走しなさいよ。いやいやいや、もうそこはもうラーメンですよ、もうここラーメンでいいですよ。ラーメンを別に俺、卑下する気はないけど。はい、もうこれ終わり。終わりのかよ。せっかく言ってんのに。終わりなのかよ。やっと話が盛り上がってきたのに。あ、温まってきましたか？温まってきたよ。じゃあ、もうちょっと話します。
終わります。終わります。終わるのかよ。終わっちゃったよ。なんだよもう。ディレクター命令だよ。じゃあうちら今週で終わりだけど、来月も皆さんたくさんのメールをどんどん送ってください。送ってくださいね。待ってます。劇場版見た感想などもくださいね。